皆さん、ナマステ。日本画家のアラヤです。今日は今すぐ使えるネパール語5選をご紹介いたします。前回ご好評いただいた企画の第2弾で、前回の動画のリンクは概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ネパールに行くご予定のある方や、日本国内にも今ネパールの方たくさんいらっしゃいますので、この動画を見てぜひ積極的にコミュニケーションをとってみてください。チャンネル登録もお忘れなく。それでは行ってみよう。その1、よけほ。よけほ、それはこれは何ですかという意味です。よがこれ、けが何、ほがですかにあたります。うん、よけほとネパールの方に聞くと、よ何々ほ、これは何々だよってネパールの方が教えてくださると思うので、こうしてね、どん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 自分の新しい単語とか新しい言葉を増やしていってください。よけほ、これさえ言えれば永久に新しい言葉を増やし続けられる魔法の言葉です。では早速、私の後に続いて一回言ってみてください。よけほ。その2、よディノス。よディノス、これはこれをくださいという意味です。よがこれ、ディノスがくださいにあたります。メニューを指さして、よディノスって言えば注文は完璧。このよの部分に違う単語を当てはめるだけで、自分の欲しいものが何でも伝えられるようになります。まずは基本のこれをください、よディノスをマスターしていきましょう。では私の後に1回続いて言ってみてください。よディノス。その3、ティクサ。これはオッケー、了解という意味です。これも超品質ワードですね。オッケー、了解という意味以外にも、元気ですか、サンチャイって聞かれて、ティクチャー、元気だよ、オッケーオッケーっていう風に答えることもできます。普通のオッケー了解っていう時に使うには、例えば明日一緒に行こうよ、うん、ティクチャーとか、じゃあ1時に集合ね、ティクチャティクチャ、2回続けて言うことも結構よくあるんですけど、ティクチャティクチャとか言います。このね、ティクチャめちゃくちゃ使うんだけど、口語の中では結構いろいろ変化して、あ、ティクティクってこう短くして言ったりとか、ティケチャみたいな時は、まあまあまあ良くも悪くもないけどみたいな時とか、ちょっとねこう変化していくんですけども、めちゃくちゃ汎用性があるので、ティクチャは覚えておきましょう。何か言われて良い感じだったらティクチャ。では私の後に1回続いて言ってみてください。ティクチャ。次はこれからの季節に絶対使える一言です。あ、じゃあゴルミチャ。これは今日暑いですねっていう意味です。あ、じゃあが今日、ゴルミが暑い、チャがですにあたります。今日暑いでからぜひ会話を広げてみてください。では私の後に一回続いて言ってみてください。あ、じゃあゴルミチャ。その5、フェリベトンラ。これはまた会いましょうという意味です。フェリーがまた、ベトンラが会いましょうにあたります。旅でお世話になった方とか、レストランを出る時なんかにね、フェリベトンラって言えたらとってもスマートですよね。毎日の挨拶に使うにはちょっと重めなので、例えば職場の方でまた明日も会うという時は、ボリベトンラを使うとより良いと思います。ボリは明日という意味なので、また明日会いましょう、ボリベトンラとフェリベトンラ、また会いましょうの両方をね使えるとすごくいいと思います。基本のフェリベトンラと応用のボリベトンラを私の後に1回ずつ続いていってみてください。フェリベトンラ、ボリベトンラ、いかがでしたでしょうか。今回の動画の一番最初にお伝えしたよけほ、これは何ですか？私はこの魔法の言葉でどんどんネパール語の単語を増やすことでネパール語を習得しました。よけほ？ぜひ使ってみてください。またここでお得情報なんですけれども、ネパール語の文法って実は日本語の文法とすごく近いんですよ。なので英語みたいに助動詞がこっちで、目的語がこっちでとかごちゃごちゃ並べ替えてね、混乱することがまずないですし、ただただ単語を増やして日本語と同じ脳みその使い方で喋れば通じるんです。わー、さらにですね、言いづらい発音とかもかなり少ないと思うので、ちょっと巻き舌とかはあるんですけれども、カタカナで覚えた通りに言えばちゃんと通じます。私個人的には日本人にはすっごい勉強しやすい言語だと思っています。今ね、ネパールと日本って個人単位でもすごく交流がこう進んできてると思うので、ぜひこの機会にネパールに興味を持っていただけたらとっても嬉しいです。
また、こんな時ネパール語でなんて言うのっていう質問とかリクエスト、それから感想もね、募集しておりますので、コメント欄でどしどしお寄せください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ダニャバーッフェリベトンラ。